札幌南区の定山渓です。すっかり冬景色に戻った温泉街に鯉のぼりが風に揺れています。今日の道内は上空に3月中旬から下旬並みの強い寒気が流れ込み、広い範囲で雪が降りました。札幌と道南を結ぶ中山峠でも路面に雪が積もり、車は慎重に走っていました。びっくりしましたね。寒くてこんな雪でどうしましょうと思ってましたけど。24時間の降雪量は道北の江差町歌登で38センチと4月の観測史上一番の大雪となったほか、札幌では南区の小金湯で3センチとなっています。雪は夕方にかけて続く見込みで、積雪や路面凍結に注意が必要です。